疲れたな。今日の一仕事はもう終わったんだけどじゃん。あれ、萌実今はさ、うん、音は平気なんだっけ？何が？なんかさ、オーディオインターフェースの調子が良くないって言ってたじゃん。あ、ね、たまにバリバリ言うよ。あ、マジ？そんなに頻繁ではないけど、たまに会ってないだときにこうバリバリって言って、うんって一人になってるけど、まあまあまあ。まあ、なんとかなりそう？まあ、もともとエチャラの声もね、割れてるようなもんなんで。嘘。いや、あの割れてないけど、あのハスキーだからじゃ。あー、まあまあ。それがね。確かに。ハスキーが悪化してるみたいなもんだから。これ以上悪化したくないな。いやいや、はあ、今、とんでもなくディスリーだったよね。割れてるような声。いやいや、言うてもあれだからな、めっちゃエチャラのハスキー声好きだからね。ありがとう。うん、まあ、言うて自分もハスキーだからさ、ちょっと。そうだよね。好きじゃないよ。基準そこに立てちゃダメじゃん。でも、わかんない。自分がどんだけハスキーかとかわかんないんだよ。相当ハスキーだよ、私。マジで？だいぶハスキーだよ。わかんないんだよね、本当に。基準がない気分になっちゃうのね。わかんないよね。そう、自分の声だとわかんないよ。そこ基準しちゃうと、まゆみちゃん全然ハスキーではないんですけれども、一般声の基準からすると、うん、若干まゆみちゃんもハスキーですよ。いや、もゆみがハスキーって言われて、それはわかるんだよ。あ、わかる？そうそうそう。私がね、うん、ちょっとハスキーぐらいだと思ってたけど、思ったより違うんだなって。ちょっとハスキーっていうか、まあまあハスキー。でもよくさ、うん、なんかコメントとかでさ、なんか風邪ひいてるとかさ、なんか先駆けみたいなさ言われるけどさ、私全然みんなが思ってるね、12分の1もお酒飲まないよ。そうだね。彼女デフォルトです、こちらは。これデフォルトなんですよね。デフォルトなんだよな、うん、飲んだところで別にこれのハスキーが悪化するかって言われても、まあ、ほどほどだったら別にね、そんなにね。なんかさすがにさ、飲んで騒いで数時間、うん、で喉カスカスみたいなのもあるけど、そういう時って周りももうカスカスだから、うん、変わんないのよ。そうね。デフォルトの声を皆様はぜひ覚えていただいて。そう、これがね、素の声なんで、よろしくお願いします。はい。まゆちゃんも割とね、寝起きとか言ってこう、なんかすごいまったりこう雑談で喋ってる時に言われたりとかする時あるけど、別にその時はだいたい寝起きじゃなくて、普通にまったり喋ってるだけだったりする時もある。まゆみの寝起きはガチで寝起きだよ。ガチで終わってるからね、まゆみの寝起きの声。そうだね。もうだから、普段からダウナーな方だけど、うん、そうね、もう機嫌悪いのかなっていうぐらいのローになるから。なんか、ザースってなるよね。ザースって。めっちゃ寝起きえらいっていうのがもろい。声が出ないっていうよりかは、もう力が入ってないから出ないみたいな。そんな感じ。そうそう、そうなんですよ。でもよし、朝方とかだと割とね、それに近い状態はあるけど。あ、本当？割と。いや、でもまあそんなガッね、だいたいこう設定とかしてるちょっと目覚めてくるから、おめみちゃん別に寝起き体調は悪いけど、分かる、寝起きが悪いわけではないから。そうだよね。そう、スイッチ入れば、エンジンかかるまでがね、ちょっと遅いだけでね。そうエネルギーが少なめなだけで。そうなんですよね。どうだろう、寝起き私割とカスカス、うん、今よりもうちょっとカスカスしてると思う、声。あ、うん、ガチ寝起き聞いた時どうやったかな。まあ、でも本当に眠そうだなって感じはわかるもんな。うん、ガチ寝起きどうだろうね。まあ直前で起きてきたこともあるけど、うん、多分そんな変わんなくて、うん、一回だけガチ寝坊した時もバチって起きたから、そんなにやばくなかった気がする。本当。いや、一回ね、なんか電話したことある気がする。あるね。なんかもうすごい起きましたみたいな感じの声。びっくりした。いや、今起きたわそうだねーってなって、今起きたんだろうねーってな。そうそうそう。いやね、本当にエッチラはね、あの直後はそりゃね、寝起きって声出るけど、もうちょっとしたら全然普通になるからね、うん、そうそう、割と起きるのが目覚めはいい方だからね。うんうん。いや、いいよな、羨ましいよな、うん、
なんで？いや、元気よく起きてみたい、まゆみちゃん、毎朝。眠いは眠いよ。いや、でもさ、体調悪くてこう疲労感マックスのもうなんか心臓ちょっとキュッてするわみたいな体調の悪さじゃないでしょ、どうせ。あー、気圧によるね。あ、まあまあまあ、それはそう。もう、なんか、はなんでこんなに朝起きれないんだってなったら、だいたい気圧終わってる。まあね。じゃ気圧なくてもそれが朝起きるってなったらデフォルトで起こるって思ってもらえる。うん、それはないね。あの気圧がそれに追加された日には生きるか死ぬかみたいな。そう、起きて死ぬか、ね、寝転んだままちょっと復活を待つかみたいな感じの選択肢だから、うん、でも最近ね、私6時半に起きて、うん、7時20分にアラームかけてんだけど、うん、6時半と7時20分ねかけて、なんかその間はこう二度寝してもいいし、うん、スマホ見てもいいしみたいな時間にしてるんだけど、うんうん、最近寝ないね、あんま。やだ、二度寝ないかも。いい睡眠とってるじゃないですか。もう睡眠だけはマジで深いから。いやいいな、そんな深い睡眠がとってみたいな。いや、これはマジで性質な気はする。うん、なんかさ、林間学校みたいなのあるじゃん、うんうん、あれでこう班のリーダーになったことがあって、うんうん、でこう一緒の班になった子たちが結構こうおてんばな子たちだったんだけど、うん、夜の時間にさ騒いでたらしくて、うんうん、先生がさ見回りに来て、いつまで騒いでるのみたいな、班長はみたいな感じになって、その子たちが班長寝てますみたいな、あ、あ、そうってなって、その子たちだけちょっと怒られたっていう話を次の日起きてから聞いて、その先生がいた言い合いの騒ぎさえ寝てたから。